はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回はですね、1950年代の後半から、まあ、流行しましたミニマルアートを取り上げたいと思います。ミニマルアートは後のコンセプチュアルアートやインスタレーションにつながった非常に重要な分岐点でもありました。まあ、そんなミニマルアートの話をしていきたいと思います。まあ、コンセプチュアルアートね、サマーオブラブ、フルクサスとつながった1960年代シリーズなんですけど、どうですかね、ミニマルアートってどういった印象を持ってますか？ステラのところでやってる。あ、まあステラのところでも結構触れてますね。うん、さあ、もうちょっとね、まあどんなものだったのかっていうのをちょっと今回は考えていきたいなと思います。はい、では早速ちょっと解説の方をしていきましょう。ミニマルアートは1950年代後半から1960年代後半に美術、デザイン、音楽のジャンルでフォルム、形態ですね、特徴、概念を排して本質だけを抽出する表現、また傾向であります。まあ、いろいろと作り手によるのですが、簡単に言うと、まあ、芸術でいうところの色であったりとか、陰影とか遠近感、まあ、物語性とか感情とか、まあ、精神性とか、そういう要素を排除している作品のことを言います。まあ、起源は何かと言いますと、ルーマニア出身で20世紀を代表する彫刻家、コンスタンティン・ブランクーシの無限中と言われています。この作品に影響を受けたアーティストたちが形状を極端に切り詰めた彫刻を作り始めます。それが後のミニマルアートになります。まあ、始まりは彫刻だったんですね、ミニマルアート。まあ、この作品はもともとは第一次世界大戦で亡くなった英雄たちのためのオマージュとして作られていました。正式タイトルは、終わることなき感謝の柱。英雄たちの記念碑で、無限に折り重なる魂の塔をイメージしています。まあ、ミニマルアートの特徴を言いますと、形状の単純化、あとはパターンの反復、連続性、空間との関係性が挙げられます。ちょっと代表作家見ていきましょう。カール・アンドレ、ドナルド・ジャット、フランク・ステラ、ロバート・モリスなどが主な作家として挙げられます。ちょっと作品も見ていきましょう。まずはカール・アンドレ、1964年の作品なんですが、まあ、カール・アンドレはアメリカ出身の彫刻家で、ブランクーシに影響を受けて木や鉄を使ってミニマルな作品を作っていきます。まあ、工業製品に使われるような素材を使って配置と空間を意識するような作品を制作しています。まあ、作品の意味的には、工業の発展によって生まれた大量生産や大量消費への応答だと思われます。まあ、フランク・ステラなんかとはこの人共同のアトリエで制作しています。2人目がドナルド・ジャット、アンタイトルと、1967年の作品です。アメリカ出身の彫刻家で、本人は否定していますが、ミニマルアートの代表作家として位置づけられています。形態や色彩の純粋性を追求した方で、鉄とかそういう産業素材を作品の中に持ち込んだので有名な方です。で、3人目がフランク・ステラ、1959年のブラックシリーズと呼ばれる作品です。ステラはアメリカの画家で、この作品はジャスパー・ジョーンズの旗という作品の縞模様の反復に興味を持ったステラが、まあ、こう反復っていうことに興味を持って制作された作品なんですが、まあ、エナメルの黒一色で描かれています。ステラは絵画にある要素をこう排除していきます。まあ、詳しくはね、フランク・ステラ動画があるので、まあ、そちらをぜひご覧ください。4人目がロバート・モリス、アンタイトルと、1971年の作品です。ロバート・モリスはアメリカの彫刻家で現代アーティストです。まあ、これは鏡を使った作品なんですが、まあ、最初は結構均一な作品作っていくんですけど、後はアンチフォームっていう偶然性や不規則性を利用した作品を作っていくのが、この方はちょっと面白いところです。はい、まあちょっとざっくり解説してみたんですけど、ミニマルアート、こう見ての通り、割とこう冷たい感じであったりとか、こう冷めた感じの作品が多いんですね、見た目的にも。で、これどうやって見たらいいのかなって思った時に、やっぱこう感情的な感じで見てしまうと、まあこれは意味がわからんぞとなってしまう。まあ、そうなってくると、どうしたらいいかっていうと、まあ、ちょっとなかなか難しいんですけど、例えば、結構空間性っていうのが重要になってるんで、まあ、ちょっと結構遠くから離れてね、こう空間と、まあ、その物体の関係性みたいなものを探ったりとか、難しいですかね、これ。逆に接近してね、まあ、こう、使われてる素材が何なのかっていうのを、まあ、注目して見てみたりとか、まあ、ちょっと美的視点から見ると、まあ、こうちょっと形状が美しいなとか、そういう単純なことでもいいのかなと思ったんですけど、まあ、これはちょっとやっぱ意味合い的には、やっぱこう、当時の社会とか、産業発展へのカウンターになってるっていうところが、まあ、ちょっと歴史的
に見たら面白いのかなと思います。ただね、まあどうなんですかねっていう部分もありまして、まあ、割とこう見た目が単純だから、まあ、そこにね、こうね、わびさびを感じるとか、シンプルにベストだとか、まあ、割とこう日本人に結構好まれる感じではあると思うんですけど、ただなんか逆にそう言っちゃうと、なんか全然なんか違った感じで見えちゃうのかなと思いまして、なんかもともとなんかこう日本の文化っていうのは、やっぱこう、省いていく文化だと思うんですよ。まあ言葉とか、まあ例えばなんですけど、例えば、まあ醤油取って、でまあ4人ぐらい飯食って醤油取ってって言っても誰かが取ってくれる。まあ、こう察する文化なんですよね、日本文化っていうのは。で逆に言うと西洋っていうのは、違って、なんとかさん、醤油取ってもらえますかって言わないと通じないんですよ。で、これ、まぁ、ちょっと自分がホームステイした時の話なんですけど、まぁ、4人ぐらい子供のいる家庭に、ご厄介になってまして、まぁ、ちっちゃい子が言うんですよ、なんかこう、塩を取ってくれませんかって。で、まぁ、僕はこう、何言ってるか察して、塩を渡すんですけど、で、お前これ、お前すげえなって言われるんですよ、それ。日本人だったら取ってくれるじゃん。まあ、俺が一番近いからねみたいな、うん、感じになるじゃん。そういうことをしない文化なんですよ。で考えるとこのいらないものを切り詰めるっていう考え方がちょっと違うんじゃないか。日本でいう本当に切り捨てるみたいな感じじゃなくて、だからすげえ難しいなと思ったんですよ。逆にミニマルアートって。ああ、うん、その日本のわびさびとかその空気を読むみたいな感じではこれはない。うん、ないよね。そういうんじゃない。その日本の空気を読むっていうのは、うん、少ない要素の中からでも読み取るみたいな話なんで、うん、これは別にそういうことじゃない。そうだよね。じゃなくて、すべてを排除するっていうそのプロセスみたいなところは、うん、面白いじゃないけど、うん、そういうところに意味を持たせたっていうことだと、うん、思うんだよね。すげえいろんな見方しなきゃ結構理解できないのかなと、ちょっと思ったりしたんですけど。いや、なんか、要するにミニマルアートの要素っていうのは、うん、まあ、場の固有性、うん、あと反復、うん、そして素材感、うん、この三つだと思うんだけど、うん、この要素で作ったものをただ見るみたいな、うん、そうですよね。もうただそれだけだと思う。ただそれだけなんですよね。ただそれだけだから、ステラの時も言ったけど、あれをあのさ複雑回帰のね、はいはい、で素材も面白いわけだよ。すごいこの、うん、ガラクタみたいなさ、鉄くずみたいなのとか、すごい工業製品みたいなので、うん、こうなんか複雑回帰な形に作られた彫刻みたいなのを見せられると、これは何なんだろうとか、うん、意味をすごい求めてしまうというか、うん、どういった意味があるんだろうみたいに思うんだけど、多分ないと。ないんだよね。ない。多分ないんだよね。で、多分、この、まあ、ある意味形の面白みみたいなのは、うん、あるんだけど、そこまで特に重要じゃないと思う。うん。うん。うん。やっぱじゃあさっき言った3つがすげえ。そう、場の固有性、反復する、素材感。うん。もう一度言いますが、これで組み合わせたものを、ただ見ると。はいはい。その場でただ見る。そこにあるものを、ただひたすら見るっていうのが、まあミニマルアート。これっていうのは、今まで美術っていろんな意味があったと、思うんだよね、その、うん、まあ、なんだろうね、その、感情とかさ、はいはい、知性とか、はいはい、いろんなそういったなんかこう、創造性みたいなのが美術にあったと思うんだけど、そういったものすら取り除いて、うん、ゼロに、はいはい、ひたすら近づけて、うん、そして、そこにあるものっていうのを、ただ見る。無心になるみたいなことですか、集中して。いや、そういうことでもない。そういうことではないですか。そう、と、俺は思ってるんだけど。俺はそういうことでもないと、あのステラの時にすごい思ったんだよね。そこにあるものに集中するってことでもないと思う。俺はそう思う。別にそういう、それってもう すごい精神的な話になってます。確かにそうですね。抽象表現主義とかはそういう感じじゃん。うん、ただひたすら見るわけだよ。ロスコの絵とかだって。こうでかい絵の前にね、立ちすくみ、その絵と対峙してひたすら見る。そこには、そういうもしかしたら無我の境地みたいなところがあるのかもしれないけど、
ミニマルアートはそういうところもない。そんな精神性はないわけです。なんだろう、ちょっと俺の言い方が悪かったな。集中するっていうのはなんかそういうことじゃなくて、じゃあ例えば鉄で作られてますってなった時に、こう鉄みたいな感じになった。どういうこと？あのステラがさ、あの反復に注目してこう、うん、ブラックシリーズ作った、うん、あの指紋がね、あの見方なのかなと今ちょっと思っちゃった。だからこう例えば四角がこうずーっとこうね壁にこう繋がってる、四角だ。四角だ、四角だ、四角だみたいな見方なのか。そういう意味で集中するって言ったらいいのか分かんないですけど。なんか一箇所にすごいフォーカスするっていうか、それって多分抽象表現主義の見方と違う。いや、だから多分この後にさ、コンセプチュアルアートが来るじゃないですか。うん、だから、そういったことだよ、ね。要するに、この場所に、こういった素材のもので、これを作ったみたいな。あ、まあだからその四角っていうものを作ったと。そのプロセスみたいな。ああ、プロセスね。だからもう終了です、それで。それを僕たちはただ見ればいいだけです。なるほど。ここに鉄で四角があるな。っていうことだと、俺はミニマルアートはそうだと思ってるな。なかなか簡単なようで見えて、めちゃくちゃ難しいね、結構。ミニマルアートはそういうことだと思うんですよ。うん。どう好き？ミニマルアート。好きか嫌いかって言われたら分かんないけど、うんうん、ミニマルアートはそういうものだと思いましたっていう話です。なんかね、なかなかこう難しいね。やっぱこう、結構なんかその、割とこう知識がないと、実はなんか見れないアートなんじゃないかと、今思ったんですけど。だからその、文脈が重要だとか、知ることって重要だよねっていう、散々僕たちが、ね、言ってますけど。言ってるやつですよね、これは。これは結構そうじゃないかなと思いましたね。音楽とかあるけど、どうなの音楽とかって。あれ、誰が最初に始めたの？ミニマルミュージックとかありますけど。古草さんのところで、うん、あのちょいちょいと出てきた、ラモン・ディ・ヤングとか。スティーブ・ライヒ、テリー・ライリー、あーやっぱあの辺フィリップ・グラス。ミニマル音楽は集中って言われるとちょっとわかるかもしれない。ミニマルミュージックは、単純にこの反復とかさ、引き伸ばしっていうとこから、こう微妙にね、変化して、この差異みたいな、こう微妙な差異みたいなのを楽しむみたいな、そういうやつですよね。まあ、うちらが作ってるドローン、アンビエントとか、まあ、ノイズとかもそうなんだけど、その微細な変化みたいなのを楽しんでる。うん、いつの間にか音変わってるなとか、そういう作業をね、楽しんでいくような、やっぱり難解かもしれない。結構ね、深く考えていくと結構難解かもしれない。ただ音楽は感覚的に聴けるので、あ、そうですね。ミニマルアートに比べたら、全然、もっと直感的に聞いて、ああ、なんか気持ちいいと、そういうのでも全然いいと思うけど、まあ、ミニマルアートだったり、その後に来るコンセプチュアルアートとかは、ある程度意味が分かってないと、やっぱ難しいよね。ちょっと思ったんだけど、なんか無限性って言ったらいいのかな。そういうの感じますね、ちょっと。ジャクソン・ポロックのオールオーバーって。まあそういうのもなんかあんのかなと思っちゃいました。まあ音楽自体はこう尺が決まってるけど、まあでも繰り返そうと思います。永遠に繰り返していけるっていう。まあアートにしてもそうだし、その無限性みたいなのを少し感じましたけど。まああとなんかこう、やっぱ自分的に一番面白いなと思ったのは、これがちょっと芸術運動じゃないっていうところがすごい面白いなと思ってて。表現であり、傾向である。傾向つってるんですよ、これ。傾向。で、噛み砕いて言うと、好みみたいな感じなんですよ。少し。この当人の好みだって言ってるところ。だから誰でも使えるし、なんかまあ、いろんな方向に発展してったっていうところが、すげえ面白いなと思って。
あのライフスタイルとかありますけど、あれは全然関係ないんですかね。ミニマリスト、うん、ミニマリストは関係ないでしょ。あれはちょっと違う夢なんですね。ミニマリストはもっと効率みたいな話じゃない。あー、要は同じ服だけだったら服選ぶ時間省けるでしょ、うん、そうそうそう、黒い服しか持ってなかったらどれ合わせてもいいし、あ、少し合理的なんだ。合理的って言ったらいいのかな。まあやっぱミニマルアート、まあいろんなジャンルに生かされてるっていうのもあるんだけど、まあ後のコンセプチュアルアートであったりとか、まあインスタレーション、まあモノ派っていうやつもあるらしいんですけど、これもちょっとなんか自然素材でやるやつね。そうそうそう、うん、まあランドアートに近いのかな、まあ、まあそういう方向に発展していったっていうのはやっぱりまあ結構芸術的に言うと重要な分岐点だったんじゃないかなと思います。はい、今日はミニマルアートについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。まあ、この後ね、まあ、このあまりにもこう単純化しすぎたアートに対してこうニューペインティングっていうちょっとカウンターが出てくるんですけど、またそれはちょっと別の機会にお話ししたいなと思います。ミニマルミュージックももしかしたらちょっと、ああ、音楽自体で取り上げてるの、うん、ちょっと面白いかもしれない。はい、うん、はい、このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、まあ、僕はこう思うよみたいな意見あったらコメントいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。